その実チームに FIFA ランク上位26カ国が加わり、4チームずつに組み分けされた10グループでリーグ戦を行い、上位2カ国が3次予選に進出。その後、6チームずつの3グループに組み分けされてリーグ戦を行い、上位2チームが出場権を獲得できます。そして残りの 2.5 枠は3次予選で3位になった6チームによって